熊とマーク少年は、1965年に、ウォルト・モーレーが発表したアメリカ合衆国の児童文学、及び、それを原作とする、テレビドラマ、テレビ映画である。フロリダ州の自然保護観察官、トム・ウェドローとその息子のマーク・ウェドロー、そして熊の弁が織りなす心温まるドラマ。テレビドラマ版は、1967年から1969年まで、 アメリカの CBS で放送。制作は、ワンパクフリッパーで知られるアイバン・トース・プロダクションが担当した。本物のアメリカグマであるブルーノに、便な役をさせ、声優による吹き替えでセリフをつけるというユニークな演出が行われた。テレビ映画版は、2002年と2003年に、ケーブルテレビ、衛星放送向けのアニマルプラネットケーブルチャンネルで放送。制作は、 ジェントルベンプロダクションが担当した。日本では、熊とマーク少年というタイトルで、1969年4月3日から同年10月9日まで TBS 系列局で放送。パイロット1万年筆の一社提供。放送時間は毎週木曜19時19時30分。日本語版の吹き替え担当者は以下の通り、ありがとうございます。